大家好，我是鹿奖。那今天呢是 Rendezvous 2021年秋冬新品的展示会，今天呢是最后一天，第三天。其实本来是第一天、第二天就想要拍，但是因为第一天、第二天实在太忙了，所以想说在今天最后一天早一点来展示会会场拍给大家看。我自己觉得很漂亮。在展示会正式开始的前一天，我们大家一起在这里整理会场的时候，觉得很感动，想说哇，这么漂亮。大家看到知道了，现在带大家去看一下啊。然后我现在穿的呢，也是 Rendezvous 2021年的秋冬新品，是一个很可爱的学院风毛衣。等一下在镜子前面拍全身给大家看好了。那我们现在先去看会场。现在大家看到的画面呢，就是我们的展示会入口处。那这边呢，是我们接待客人的地方，旁边呢，这里是柜台。因为现在在开场之前，所以我们这里就放了很多花束。那正式开始的时候，这个花束会收到后面仓库里面。然后这边呢有花架，这个花架呢是给来场者在离开的时候，每个人可以自己选一支喜欢的花。带回去，这个花超级可爱的，有非常多种种类的花，好像最有人气的是这个紫色的，我自己也很喜欢。然后另外呢，这个也还蛮多人选的。那主要会场的大视觉呢，有人体模特，还有非常多的花。一开始看到这个花超感动的，然后地上呢有写着 Rendezvous 2021年 AW 的字样。这个呢也是大家贴上去的，贴了之后超辛苦，因为超怕有空气跑进去，然后大家就贴得非常的认真。这个人形模特是每天都会换身上的衣服。那现在因为在开场之前呢，莉亚桑在帮 Seka 桑拍 Snap。耶、yeah. ！那我们先来这边看一下，这边呢是大衣的部分，这边应该是全部秋冬的大衣，但是好像有还在开发中的，还没有给大家看。这些大衣也超可爱，官网上面应该都已经可以看到了。然后呢是牛仔的洋装。还有很可爱的沙发，这边的话呢有卖很多套装，这个套装我也很喜欢，重点是它摸起来超舒服的。昨天呢也超多人试穿这个套装，你们呢？おはようございます。大家好，大家好，大家好。然后这里还有两个人体模特儿，那给大家再看一下其他的衣服是这种感觉。可能没办法一件一件给大家看，但是呢整体非常多的样式。那有一些呢是空衣架，空衣架上面呢就是穿在人体模特身上，或是今天呢工作人员穿的衣服。然后还有这个视觉板，这个呢是我跟莉亚贴的，前一天晚上，就大概是这种感觉。跟大家说我非常的喜欢这一套，这一套超可爱，它这个上半身呢跟里面的洋装是分开的，所以有很多种穿法。然后这个是我第三天穿的衣服，我第三天穿的这个裤子呢是绿色蕾丝的裤子。那现在大家看到的这个地方呢是试衣间，客人呢会在这里等试穿，或者是写一些他们要购买的衣服的单子。然后大家现在看到的这个画面呢，是我们的 Rendezvous 的老花纹的系列商品。那这次秋冬呢又出新的老花纹哦，是这个很可爱的小包，这个我自己很喜欢。然后前几天好像也都有放在模特身上，这个超可爱的。那在 Rendezvous 的老花纹专柜后面呢，还有很多 Pucci 小包，是让客人在试穿的时候可以搭着包包一起搭整套穿搭。那现在我们来问一下每个 staff 最推荐大家的 Rendezvous 的2021年的秋冬新品。首先是我们的 Seka さん，噔噔。Seka さんのおすすめアイテムは何ですか？このコートですよ。これはマフラードッキングルコートって言って、今年のランデブーの一番の推しアウターです。私の中でのロングコートでちょっと大人っぽいけども大人すぎない、羽織るだけで完成するアウターです。で軽くって薄手だし、でもあったかいのでざっと羽織るだけで完成するようなアウターです。あと私マフラーになるようなすごい好きです。そうですよ。あ、可愛い。にもなるし、シルエット変えても可愛いです。黒、あとグレーありますよ。私黒がもう買うと決めました。ルース似合ってた。グレーも似合ってたよ。さっきちょっとちょびっと見たんですけど、セガさんの携帯ケース、ランデブの携帯ケースですね。ずっと使ってる。可愛いんです。ずっと使ってても全然色も変わらないし、このまんま綺麗に保ちますよ。ありがとうございます。接下来是莉亚さんです。こんにちは。髪型を変えました。莉亚さんのおすすめの秋冬アイテムは何ですか？私は今着ているこちらのトップスです。可愛い。こっちないんですけど、こっちだけこういう風なデザインになってて、両方開いてるとちょっと見せすぎかなって思う人は、こっちだけこう開いてる。なんかすごいワンポイントとしてすごい魅力的だなって思いました。すごいこれも人気です。もう本当莉亚さんにめちゃくちゃ似合って、私毎日100回ぐらい行ってます。好可爱。然后跟大家说，就因为莉亚桑穿这件上衣真的是太合适了。莉亚桑是在柜台那边，很多人都是结账的时候看到莉亚桑穿着，说那我要追加这一件，真的是超级好看，很可爱。这个 top 色有两个颜色，是莉亚桑穿的黑色，还有莉亚桑拿的驼色。ありがとうございます。那接下来呢是 Coty。耶，大家好。大家好。我是 Coty。
ナコティのおすすめアイテムを教えてください。これです。セットになってて、これカーディガンを脱ぐとノースリーブのタートルになります。なります。めっちゃ可愛い。こういう受注量がめっちゃ多いんですもんね。そうそう、すごい人気でネイビーともう一個。ベージュも可愛いんです。あ、そう、ルーさんもう一個おすすめある。いいですよ。我们就跟着 Coty 去吧。可愛いです。だな。あ、チャームハート。チャームハート。あ、ハルちゃんが着てる。これ私もめっちゃおすすめ。ここがねボタンになってるんですよ。でこれを取ると半袖でもいけるし、ここかな。ここが可愛いです。ここめっちゃ可愛い。もう天才だと思いました本当に。天才ですね。こうやってなんかやってるだけでもう可愛いってなるデザイン。燃え袖ですね。然后这个因为纽扣的关系也是可以完全扣起来，所以也像我之前穿的有开口的洋装一样，那种感觉很可爱。但是我自己是很喜欢像哈鲁讲现在穿的整个拉下来，很可爱，可爱。三色展開してます。この三日間めちゃくちゃ人気です。このアイテムは。これはすっごい人気です。ついでにハルちゃんのおすすめのアイテムであります。私結構きれいめなコーデ多くて、なんかオーバーな服とか着ないんですよ。すごいハルちゃん上手になってるね。もうハルちゃんなんかテレビみたい。なんか今回選んで迎えてるスウェットはもうきれいめにも着れるスウェットですごいいいんです。なのでちょっと紹介します。はい、お願いします。これセットアップで発売されてて、あ、そうだ、ちょっと着てる。これなんです。对，今日是ちょっとハンサムだから。ここがちょっと太めになってて、こうキュッと締まって見えるし。然后在这个裤子这边有一个中线，这个中线呢，其实 Long Dev 有很多裤子都有这种设计，就是会让你整体看起来身材比较修长的感觉。海外の人とかでなんかすごいかっこよく着こなしてて、なんかスウェット欲しいなと思ったけど、スポーツブランドのやつだとちょっとカジュアルすぎるなというか、なんかあいつものコーデ合わないなって思ってたので、今回これが出たからこれでコーデのね幅を広げたと思って。トブスもめっちゃ可愛いんですよ。ちょうどいい丈感で着られてるので、これもなんかオーバーすぎる。我自己觉得呢，我们公司的这个 logo 很可爱。大家我之后看官网的商品页面可以看一下，就是 logo 这是藏在哪里这样子。然后刚才我介绍一下我的 code。这个真的是今天哈鲁酱跟 Coty 的 code。那接下来呢是 Midumi 桑。大家好，我是 Midumi。じゃあ Midumi さんのおすすめアイテムを教えてください。ちょっと2個紹介してもいいですか？もちろんです。今季がセットアップがとにかく可愛くて、実は2個ともセットアップをぜひおすすめしたいんですけど、まず1つが私が着ている今このスカートとセットで着れるショートジャケットのセットアップがあります。今季のニュートラルプレッピーっていうテーマに合わせて、ちょっとあえてこうショート丈でオールドスクールというこうちょっと昔の学生さんのようなスタイリングが組める。なんと私のこのジャケットにこのパンツバージョンもあるんです。全部買っていただくとそれぞれセットアップで楽しんでいただけるので、まあちょっとガーリーなスタイルかハンサムスタイルか選んでいただけるっていうのが私のおすすめポイントです。もう一個いきます。あ、もちろんです。ニュートラルプレッピージャケットとパンツ。セットアップ好きなんです。楽ちんだし、1個でも使えるからすごいね着回しもできるし、もう本当に万能なアイテムで、このジャケットと比べると結構オーバーシルエットな感じで、ちょっとこうルーズに着れるような形になってるので、生地の色がねこうちょっとブラウンっぽいくすんだカラーリングで、これすごいねあの展示会でもあのゲストの方に人気だったアイテムの一つです。このね2個のセットアップが本当に着回しも効くし、今季のテーマもすごく表現してるし、ランデブーらしい2着なので、私のもう激推しアイテムです。然后呢，刚才哈鲁酱也有介绍我们的 Charm Card 的衣服也有做这个设计。现在 Midumi 穿的这件高领的上衣也有这个设计。レイヤードに使えるタートルで4色展開で、しかもブルー推しで、袖がわざと長めに作られてるので、ちょっとこう手元をね女の子らしくできる感じのトップスなんですけど、着回しがこれもめっちゃ効くので、どんなもののインナーにも合うし、1枚でも可愛いので、これもぜひチェックしてください。现在展示会已经结束，大家在收东西了。在收之前，先给大家看一下，我们这次为了展示会，还有特别做水的包装，做了两种，然后可以让客人自由选，觉得超可爱的。Coty 的妈妈帮我们带了水果三明治。Coty 妈妈からの差し入れです。美味しいです表現。疲れた。Thank you.
君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。